ファイバーレーザー加工機のパルサーボックスワン。今日はこれを見ていきます。この機械は金属への加工ができるレーザーやね。まずは外観から見ていきます。全体は箱型のケーシングで覆われてて、外寸が幅350、奥行き450、高さが550ミリやね。デスクトップ仕様ということです。前面は電源と庫内のライトスイッチがついてます。見た目はすごいシンプル。そして前面の扉を開けると中が加工エリアになってます。この扉はセンサーがついてるんで、加工中に扉を開けると自動停止するようになってる安全設計ということです。そして側面にもセンサー付きの扉があります。これを外すことで内部のハンドルの操作がしやすくなります。電源見てみます。電源は鍵を差し込んで回すことで起動しますね。そしてその下にあるスイッチはライトになってます。電源入ると緑ランプが点灯します。ライトつけることで庫内かなり明るくなります。作業はしやすそうやね。そして中を覗きます。こうやね。中央に設置されているのがレーザー加工機の本体部分やね。箱状の外観はレーザー保護用のケーシングということです。レンズ部分寄ってみます。この部分からレーザーを照射して加工を行います。レーザーのヘッドは前後に稼働するのと、あと側面のハンドルを使って焦点距離の調整を行います。焦点距離を合わせる際は先端についた2点のレッドポイントが重なる位置までヘッドの高さを移動して調整します。そして加工エリアはこうなってます。レーザーで加工できるサイズは 110×110mm ということやね。そしてこの部分は別途アルミの土台を設置することもできます。素材が動かないようにジグで固定する場合はネジ穴を使って止めることもできます。あと本体側面蓋がついてるんですけど、ここを外すことで長い素材を左右に通して加工することもできます。ものによっては蓋を開放して加工できるということですね。そして背面はこう、集塵機へつなげるための大きい穴と配線関係が出てますね。配線の先はレーザーの発信機につながってます。機械自体の大元はこっちやね。今棚の下部に置いてるんですけど、これはケーシングの上部に置くこともできます。電源は発信機からコンセントへつなぐんで1本で大丈夫ということです。あと付属品はゴーグルがついてます。装着するとこう。そして別途接続できる集塵機がこれやね。集塵機はレーザー加工時に出る匂いとか煙関係を取り除く装置やね。これは屋外に排気をするタイプではなくって室内放出できるものということです。内部には活性炭とフィルターを取り付けて、これで匂いとか煙を取るってことやね。レーザー加工機は以前にも動画にしてるんですが、その際は非金属素材の加工に対応している CO2 レーザー、これありましたね。対してこのファイバーレーザーは金属への加工が可能になってます。非金属のカットができる CO2 レーザーではヘッドが左右前後に動くのに対して、ファイバーレーザーは稼働するミラーを搭載したレンズからレーザーを照射します。よって大きい素材への加工はできないんですけど、超高速でのマーキングが可能になります。そして実際に使っていくんですが、基本的にレーザー加工機はパソコンと接続してパソコン上のソフトウェアで操作することになります。基本操作は他のレーザー機種とそこまで変わりはないんですけど、結構いっぱい機能があるんですよね。今中央に見えてる四角はワークエリアやね。 110mm×110mm の加工エリアがこの四角になります。あとはここにレーザー加工したいデータを入れて出力のパラメーターを設定すれば OK やね。出力のパラメーターっていうのはこの右側にあるんですけど、基本的にレーザー照射する速度とパワー、ここの数値を調整してレーザーの出力を変えます。レーザーパワーを上げれば強く彫刻がされるっていうのは分かると思うんですけど、速度パラメーターは速くすればするほどレーザー刻印が薄くなる、遅くすればじっくり当てることになるんで濃くマーキングすることができます。だから速度とパラメーターをうまいこと調整して加工するっていうことやね。そして画面左側のこの部分やね、ツールが縦に並んでるんですが、加工するデータをソフトウェアに読み込まずとも、ここで簡単な図形とか文字は作ることができます。例えば四角のツールを選択して、四角とか丸もあるね。これで、模様を作ることもできるし、あとはテキストツールを入れてここでこの文字をマーキングするっていうこともできます。他にもこれはベジェかな、ここでベジェ打って模様を作ることもできるし、あとはバーコードとか QR コードやね、これも設定することができます。元の加工データがなくても簡単なものであればここで設定して加工することができます。一回消します。ピッ。じゃああらかじめ作ったデータを読み込みたい場合はどうすんのって話ですが、それはここやね。インポート、インポートを押して、あとはパソコンから任意のデータを選択すれば OK。 読み込みのデータ形式は DXF SVG は OK ってことやね。から一回これで SVG を開いてみよう。謎の
動輪の図がここに出てきましたけど、これであらかじめ作ったデータをここに読み込むことができます。そしてもう一回画面右側に移ります。速度パワーを設定した画面の上やね、ここにカラーパネルが並んでます。レーザー加工のソフトウェアはこのようにカラーパネルがついてて、出力パラメーターによって色分けすることができます。例えば今これ中央に置いてる謎の動輪、これカラー黒になってます。この図形内部で色分けすることもできるんですけど、今回分かりやすいようにもう一個でっかい丸を描いてみます。大きい丸描きました。どっちも中央に配置する、今どっちも黒の実践なんで、カラーパネルの黒に登録された速度パワーのパラメーターが黒の図形すべてに割り当てられます。ただ中の動輪と外側のでっかい丸、これを違うパラメーターで加工したいっていう場合は、例えば外丸を選択して、じゃあこれを赤にしてみよう。ピッ、外丸が赤になりましたね。これで色ごとにパラメーターを設定することができる。これはファイバーレーザーだけじゃなくて他のレーザー加工機も一緒やね。他にもいっぱい機能あるんですけど、もう一個だけ大事な機能を見ます。ちょっとこれ消して、じゃあ例えば文字を入力する場合ね、テキストツール選んでここにじゃあシゲモンと入れましょう。画面右側でパワー速度の設定しましたが、それ以外の設定する際はここ画面左側の属性タブやね。今文字見て分かる通り輪郭だけ黒線になってますが、これ中を塗りつぶししたいっていう場合は文字選択して属性タブのここやね、重点、これをチェック入れて塗りつぶし1,2,3とあるんですけど、何回塗りつぶしますかっていう意味はね、1回塗りつぶす場合はピッ、これで中を塗りつぶせるんですけど、ちょっと拡大してみます。文字拡大してみました。これ線が横に入ってますよね。これどういうことかというと、選択してもう一回属性タブ見ます。塗りつぶし1の下やね、形が片道になってますよね。だから一方向にビューと動かして塗りつぶしてますよということやね。じゃあこれを縦方向にも塗りつぶしたい、そういう場合は2回塗りつぶします。1回目は横に塗りつぶして、2回目で今度縦に塗りつぶす、そういう時はここを90度にするよね。こう1回目は横方向に塗りつぶす、2回目は縦方向に塗りつぶす、これで応用ポチ、こういうことやね。寄ってみないとわからないんですけど、これでレーザーのマーキング方向、これを設定することができます。属性タブで設定して反映させる場合は全て応用をします、これで反映される。そして最後、写真を読み込みたい場合ですけど、そういう場合はツールバーの写真、これを選択して任意の写真を選択する、これで大きさ変えてあげてよ。写真が読み込めれば今度また属性タブ見ます。属性タブの下側に写真という項目があるんですけど、ここで解像度を変えることもできるし、でグレースケールで行うのかドットスケールで行うのか、あとはビットマップ編集で細かい設定ができます。ここは写真をどのように彫刻するかっていう設定やね。超駆け足でしたが、このようなことができます。あとはここでパラメータ設定できればレーザー加工機とつないで開始を押してあげると。はい、というわけでファイバーレーザーを使って金属へのマーキング作業、これを見てみました。今回はサンプル用の加工やったんでざっくりした紹介ですが、基本的に金属、一部の非金属にもマーキングすることはできます。他にも厚さ 0.1 ミリぐらいの金属素材であれば、出力を上げて重複照射することでカットもできるということやね。これはまた次回以降で試してみよう。製品詳細は動画下の説明欄にリンクを載せておきます。その他にも CO2 レーザーの使い方も合わせて次回以降動画で扱っていこうかなと思います。ぜひそちらも合わせて見ていただければと思います。ではさようなら。